カシャールの今日のインテリニュースを始めさせていただきます。今日はドイツを信用する流れ、こういうテーマについてお話ししようと思います。皆さんどうでしょうね。ドイツというとやっぱりベンツとかあのベンベイですか、そういうとかはこうやっぱりこう車の評判がすごく高いですよね。まあ昔だったらあのー、カメラかなカメラのあれカメラはついでだったっけ。まあとにかく工業製品とかねそういうのに対する信頼ってのはすごく高いですよね。でもやっぱりどうなんでしょうかね。 戦前のね、日本の、え、近現代史を考えてみると、やっぱり一つはね、あの、ドイツに対する過剰な信頼っていうんですか。それが日本を大きく歪めていったんじゃないかなと、そう思えることがあります。やっぱりね、戦前のね、日本のドイツびいきはどこから始まるのかっていうことをちょっと、そこからちょっとお話ししようとう思うんですよで。明治維新当時のヨーロッパの大国って言ったら、英国とフランスでした。英国は海軍ですね。フランスは陸軍だったんですよ。 でもこのねフランスの陸軍っていうとどういう感じだったかというとフランスはまあ当時なので明治維新の頃はね第三帝政ですね第二帝政ですよね第三帝政第二帝政第帝政ですねでナポレオン三世ですよあの梨形の、ね、顔をしてえそう洋梨かな洋梨の顔をしてるあの結構カリカ,カリカチュアというかそれとねよく表現されてましたねナポレオン三世ですよね。 ナポレオン三世がなぜ重要かっていうとやっぱりねナポレオン神話がまだ生きてたんですよねヨーロッパ全土を荒らしまくったナポレオン、まあ、そいつの子孫だっていう意味ですごくあこうま,まあ我々信頼されてたんですよね。それが崩れたのはいつかっていうと、まあ、それを崩したのは誰かっていうとビスマルクの、えー、プロフェッだったんですよね。具体的には、F、戦争が 年、えー、年からでですねであ実際にはですね確かにドイツ軍も強かったんですよプロレスン軍も強かったんですよでも、ね、やっぱりね実際にはシティーバーというスパイマスターがいたんですよプロレスンにねまあえっ、ー、といわゆるあのビスマルクの下にね直轄でいたんですよで彼が大活躍したんですよね こここのの事実がこの後長く忘れられらてしまうことになるんですよね、まあ、ドイツ国内でも多分そうでしょうしえー、っとまあ日本はその事実は知らなかったんですよね正直な話ね例外があるんですよねこう忘れてしまった時にねそれはどっかというとフランスなんですよ当然ですよね自分はこのシュティーバーに負けたっていうことが戦後明らかになりますからこれでですねなんとかスパイができさなあかんとそういうことがあって徐々に傍聴体制を整えることになります まあ、その中でね、やっぱりあのドレフィス事件というのがありましたね。これは1918、えー、年ぐらいなんですけど、フランス軍情報部で、えー、とユダヤ人の証言、ドレフィスという人がいたんですけど、この人がスパイだっていう権句が出たんですよね。それで、えーえー、ドレフィス自身がユダヤ人だったもんですから、これはユダヤ人差別だ。 といいうのと、えー、いやそうじゃないこいいつはスパイなんだ、うね、そういうい意見が真っ向から対立しましてフランスの国論が大きく分断されるとそういう事件が起こったんですね。ちょうど今で言ったらアメリカで、ね、トランプと反トランプですかそれで分かれてるような感じですよね。まあ、だだからすごく大問題だったんですよ。でもなんでかっていうとやっぱりね、えー、その背景を考えていなきゃね日本でいうとねこのドレフス事件ってねこれ文学史にしか出てこないですね。 フランス文学史ですか。その中の枠組みしか取り上げられません。残念なんですけどね。結局あ,のあれですね。これドレスが何やってたかというと、棒長カウンター行ってるやつだったんですよね。カウンター行ってるやつがすごく問題になってたんだよ。だから逆に言うこれ裏を返して言うと、フランスはそのぐらい熱心に棒長の力を入れてきた。そういうことでもあるんですよね。 やっぱり、ね、フランスの情報能力っていうんですかインテリエンス能力はすごく高かったんですよ第一次世界大戦ぐらいまでね例えば例を挙げると第一次世界大戦ありますね第一次世界大戦だったらドイツ側のシュリーフェンプランこれはご存知でしねみんな多くの方はねあのドイツの軍事計画行動ですよね行動計画を、まあ、まあ入手してたとこういうことがあるわけですねで日本はどうだったかっていうといつまでもドイツ最強信号をいつまでも夢見てたんですね ドイツ最高ドイツはいいよそういうことがずっと続いてるんですよねですから三国同盟みたいなのを結びられる大きなきっかけになったということは否定しがたいと思いますやっぱりね例えばね具体的に言うとねドイツはね当時の中国国民党1930年代の中国国民党ですねそれはものすごくなんか良かったんですよねお互いに補い合う関係だったんでですからその関係をねちゃんと把握して それを外交とか軍事の場面で活かすことが日本はできなかったわけですよこれがやっぱり日本が第二次世界大戦にズルズル引き込まれる大きな要因にはなったと思うんですよそれがやっぱり日本人としてやっぱりわからなかったやっぱりインテリジェンスオンチていうのがそ,そういうことだと思うんですよねやっぱりドイツの本質ですかドイツの本質にあまり日本人が無自覚だった でたまたま、えー、スパイが活躍したね、夫、え、婦、ー、戦争がね、ドイツが勝ったから、やった、これからドイツだと。で、第二次世界大戦もそうでしょ、やっぱり、えー、ナチスドイツがね、どんどんこう進撃すると、いやー、やっぱりこれからドイツだなんか表面的なんですね、見方がね、世の中の見方がすごく表面的それがやっぱり良くない、だ、まあ、からドイツは気をつけた方がいいよなっていう話なんですよね。まあ、ちょっとね、えーえーえー、中央日報かな、これ、朝鮮の新聞ですけど、なかなかいい記事だったんで、ちょっと読み上げてみますね。 えっと米国の対中圧迫戦略に距離,距離を置くような欧州連合のリーダードイツのシュルツ首相の <laughs> 最近の動向をめぐり、えー、国際社会で疑問が大きくなっている最近真中ではないかという疑いまで受けているシュルツ首相の動きはさまざまな面で目を引いているシュルツ首相は先月4日中国を訪問して習近平国家主席と会談した。中国共産党10月党月大会で 習,習,習近平が3期続投が確定してから中国国を訪れたた初めてのの西側国家のトップだったこれに先立ちショルツ首相は、えー、っとフランクフォルタ・アルゲメドアツアイすねこれの紀行文で、えー「世界食糧危機の収束新型コロナウイルス感染症および気候変動との戦いに必要な中国の責任ある役割のを強調して中国は重要なパートナーで 今後もそのようであり続けるだろうやっぱりドイツですよねこういうとこやっぱりドイツですよと形としたえさらにですね、えー、米国の外交専門誌フォーリングアフェアーズね最新号の機構文では中国一、えー、中国公立一変等戦略に同意できないというメッセージを出した今月5日に掲載されたグローバル時代転換、えー、多極化時代に冷戦新冷戦を下げる方法と題した機構文である まあそういういい文を書たんですね。ショルツ首相はロシアのウクライナ侵略について20世紀に最も恐ろしいやり方の軍事攻撃を行ったとして強く批判しながらも中国に関しては中国の台頭を理由に中国を孤立させたり協力を阻害したりすることが正当化されるべきではないと言及した全然ダメでしょ、ドイツは、ねえー、っと。理由は何だろうか 公務を詳しく見てみると、米中覇権葛藤の構図の中にドイツが直面している国際秩序と経済現実の間のジレンマが反映されていると分析することができる。だから国際秩序の方は揺れているのにね、やっぱりこれまでやってきた経済の方でうまくやりたいそういうこうドイツの本音が垂れ洩れているそういうことなんですよね。民主主義や人権などの価値に基づいた理念よりも。 経済危機打開のための実利に傾,傾かざるを得ないドイツの事件事実とは関連しているからだとウクライナ戦争以降、えー、欧州経済がエネルギー価格の急騰に伴う記録的な物価高やサプライチェーンの支障などで疲弊しているがドイツの景気低迷はさらに深刻な水準になっていると7月からここ日 9月の成長率0.8%を下落したドイツの GDP はロシアが天然ガスの供給を断つガス戦争を合わた4月6月,6月期には0.1%まで下落した、えー、今年7月から9月期に0.3%成長して前線したがドイツの連邦統計庁によると、えー、今年10月12月と来年1月3月はそれぞれマイナス0.4%マイナス0.5%の逆成長が避けられない見通しだと。 だから経済規模がどんどんん小さくなっているわけだねドイツ連邦銀行は、えー、今年10月の報告書でドイツ経済の景気低迷の入り口に前に立っていると見通したこのように、えー、景気低迷の影が濃厚に落ちているドイツに中国は逃すことができないビッグバーケットだと、えー、2017年以降ドイツの最大貿易パートナーは中国だ昨年の対中輸出は1,440億ドルで 対米輸出1230億ドルの規模を上回った。もうだから中国抜きにしたドイツ経済が成り立たないですよね。でもそんな国ってどうなるんでしょうね。ちょっと疑問ですよね。実際にショルツ首相は中国を訪問した後にシュウ主席から大きな贈り物を受け取った。中国はショルツ首相の訪問に合わせてドイツ製薬会社ビオンテック製のワクチン接種を許可することにした。 また民間航空の購買を担当する、えー、中国航空機材グループは、えー、欧州航空機材製作会社エアマスの旅客機140機を購入する計画契約を交わした合計170億ドル約2兆2,400億円に達する規模だと。 フォルクスワーゲン、ジーメンス、BASF s などのドイツ経済の牽引役を果たしている大手順位者の CEO または関係者と同行したと。フォルクスワーゲンは全世界輸出量の約4割を中国で販売し、ドイツ最大化学会社 BASF は世界化学市場の5割を占めるとみられている中国に関して、2030年までに100億ユーロ、約1兆4千億円の投資をする計画だ まだがショルツ首相のこのような実利主義は、えー、欧州各国がもちろん自国内でも少な,い、えーえー、少なくない批判を生んでいると。ドイツの外交専門誌「モ、えー、ルゲンラーゲ・オイネンポリティーク」エディターのウールヒー・スペクト氏は現在のドイツ政府が過去の政府によるロシア政策の失敗を嘆くように次期ドイツ政府は、えー、現政権の中国政策の失敗を嘆くことになるだろうと酷評、えー、した。 そりゃそうですよね、今さら傾いているところにねこれから投資をしますなんてことを言っているのはやっぱ気が狂ってますよね、やっぱドイツ人はちょっとおかしいよとそう考えるべきなんじゃないでしょうか、やっぱりドイツは信用できないですね、やっぱりこう共に、ねえー、銃を取って戦うっていうんですか、共に中国と戦うっていうパートナーには絶対なれないんですよね。フランスもやばいですけど、そこそこね、フランスはねどこで演技が強いかというとあのロシアなんですよね。 プーチンとは絶対切れないですよねねマクロンは、ね、ですからあどうしてもねやっぱフランスとかドイツは戦えるかというとええー、って感じですよねやっぱこれドイツはすごく気をつけなきゃいけない国家だと逆に日本にあだなすかもしれないそれはすごく警戒しておく必要があるとこう僕は個人的に思いますまあどうなんでしょうねやっぱドイツに傾いて日本がおかしくなったのにまたここでねドイツの真似をしてはいけませんよね。 やはり日本企業も早く、一日も早く、やっぱり中国市場から離脱して、別のところで、ね、生産するなり、商売するなりしていただければなと、そう思います。まあ、今日はこのぐらいで、よろしかったよ o u f o r p そして、えー、チャンネル登録もぜひお願いします。そして、あのサンクス、本当助かってます。ありがとうございます。じゃあ、今日はこれでお願いし,しますね。